死産は、胎児が子宮外での生活能力を獲得する時期に達してから死んだ胎児が弁出される場合を示す。分娩直前あるいは分娩中において胎児が死亡した場合も死産に含まれる。日本産科婦人科学会の定義では、妊娠22週以降の妊娠中絶による死亡胎児の出産と定義されている。ここで言う。 妊娠中絶は人工妊娠中絶に限らない。胎児が子宮外での生活能力を獲得し、早産しても生存可能とされる区切りの時期が22週であり、それ以前の妊娠中絶は流産と呼んで区別される。昭和21年厚生省令第42号によって死産であった場合は死産証書に添えて死産の届出が夫部または一定の範囲の関係者に、 大事義務付けられている。なお、この場合の死産とは、妊娠12週以後の指示の出産を指し、医学上の定義でいうところの後期流産を含む。法令上、母の氏名の届けでは必要だが、死産した胎児については戸籍に記載されることはないので、命名を届けれる必要はない。一旦母体外での生命反応がありながら、分娩直後に死亡した場合は、死産届けではなく、 通常通りの出生届と死亡届を同時に行うことになる。なお、日本では12週以前の死体であっても勝手に処分することはできない。これらは、胎盤や裁胎、手術に使われた綿やガーゼなど他の産後物などと、共に、地方自治体が処分方法を条例で定めている。昭和21年厚生省令第42号、e g a 法令検索。ありがとうございます。